交わした喜びが色のない日々の寂しさに花を添える。ガラスの靴抱いて笑顔で泣いてる毎日はあとどれくらい。帰る場所が見つからなくて昨日より明日より今をまだ終わらない夜にしたくて今二人をつなぐ僕たちのストーリー作りたくてでも先に夢見せた。はい、香りとも一緒に持って帰っていただけるように、うん、あの香りっていうのはあるんですね。曲もそうじゃないですか。そうだよね。音楽とそのメモリー、うん、そして匂い、はい、そうその思い出って導入部分っていう部分ね、っていうのがそういう香りだったり音楽だったりっていうのでいろんな記憶がね蘇ってくるっていうのがあるから、やっぱ仙台でっていうところがうちはそうだね、すごく気になってて、その今回のコンセプトがね、ここで作られてるのがここで考えられてる、ね、クリエーションがコラボレーションできたらなと思って、全国的にね、こう広げていきたいなと。コウドンっていう昔からある日本の伝統芸能があるんですけど、香りを楽しむ、たしなむ、楽しむことを、そのコウドンで香りを作ってるんですね。こう本当にあの音楽を聴くのを聴くというんですけれども、はい、体中で香りを楽しむことを聴くっていうので、はいはい、そういった意味で今回の話はなんか応援があったのかななんて思って、うんうん、お互いの香り、香りってアライブグリーン、アライブです。大事ですね。うん、すごくいい。冬に合いそうな。そうですね。すっきりしてて、ね、シンプルな方向が楽しめます、ね。クリスマスツリーのなんか、うん、ローズマリーの、ね、気持ちいい、ね、気持ちいい。うん、スカーレは日本の代表的な花、桜の。桜ピンクのね。あ、そのまま桜にしましたね。普通桜って結構甘酸っぱいイメージをお持ちの方が多いんですけど、はい、うちは甘く。どこまでも甘く咲かない感じの、はい、なんでしょうか、うん、可愛らしい香りにしました、うん、これは空を舞ってくる空を舞ってくる、あのお花、空をイメージしてはいるんですけど、お花の透明感のあるお花だけの精油を使って作ったんですね、はい、ちょっと独特なんですけど、うん、でも炊くとすごくいいんですよ。柚子の本気マジこれうん、これあ、すごい、これいい、結構いいね。でもね、すごいね、カラフルだ、はい、ね、絵でも楽しいしね、ね、うん、本気の曲聴きながらコードを思い込む